僕何回か頭おかしくなるんじゃないかなって思うことありましたから、知らない間に隠し撮りされて、うん、で知らないうちにオンエアされたりとかちょっと肺の方にちょっと影みたいなのが出てるので、うん、あら中等症ですって言われたんですよ、うん、僕正直小学生とかからをやりたかったから、なるほどね、ランドセル背負って何かやらしてるとかいろいろ何か考えてたんですけど、うん、ブレイクしたっていうことに関してはやっぱ感謝っていう気持ちはあるわけ。さあ始まりました論文チャンネルですが、今日はですねとある方をお呼びして、その方の、人間性をですね深掘りしていきたいと思います。もう間もなくこちらの方に到着されると思われます。お疲れ様です。あれもう始まってんですか？始まってます。あ、待って待って待って、ちょっと、あ、そうだ、何これ、あ、はい、あ、男性か、男性かっていうのは、いや、なんかパッと見女性っぽかったんで、なんか、あ、なるほど。本日のゲストは、クロちゃんです。よろしくお願いします。あ、ちょっと待って、あ、もう始まってんですか本当に。もうなんか、あの、そういう今日はそこまで声を張ったような感じをしなくても大丈夫かなと思います。いやいや、何言ってんですか、すいません、え、急にカメラが向いてるから気恥ずかしい。あ、お花、ありがとうございます。え、ちょっと待って、ありがとうございますって何ですか。今日はですね、はい、ちょっとクロちゃんという人間をですね、はい、深掘りしたいということで、お呼びいたしました。え、待って、なんかちょっと NHK みたいな感じやめて。まあ、NHK っぽくやってますから。あ、クローズアップクロちゃん。クローズアップ現代じゃないですか。現代に切り込んだりしない。いろいろと番組でお会いしても、はい、ちょっとふざけた感じでしかねトークしたことないんで、実際この人ってどんな人間なのかっていうの本当にわからないまま、はい、私は10年以上過ぎてしまいましたので。え、なんかアントニスさん、いつもと違うじゃん。僕なんかドッキリとかあんのかなと思ったら、え、これ今これドッキリですか。これはもうドッキリじゃないです。今日はクロちゃんだけのことを話したいと思いますんで、はいはい、すごい、それ作ったんですか。後ろこれはうちのスタッフさんが作ってくれました。優秀ですね。うちのカンペも出さなくなったんですけど、うちの変に笑いを取ろうとかそういうのもできるだけ控えてほしいなと思います。変に笑いを取ろうって何なんですか。笑いを取ろうならいいですけど、はい、変にって何なんですか。できれば声もね、はい、普通通りに戻していただいて。いや、自声これ。ありがとうございます。いや、ちょっと待って、何なの。では始めてまいりたいと思います、はい、クローズアップクロちゃん。あ、何音楽、びっくりした、もじってるこの音楽。さあ本日のゲストは、クロちゃんです。本名は黒川、明人さん。いや、ちょっとフルネームで呼ばないで。44歳、はい、パパの3つ上、これでいいのだ。日本のお笑いタレントをされているということで、はい、ジャパニーズスタイルです。安田大サーカスに所属してらっしゃるということで、はい、なんか固く書いてないですか、ちょっと。そのはい、クロちゃんとお呼びした方がいいですか、黒川さんとお呼びした方がいいですか。いや、本名、いやいや、あの、クロちゃんがいいです。はい、あの、クロちゃんというあの、はい、お笑いタレントの方がどういう人生をですね、辿ってきたのか、ちょっと人生を振り返っていきたいと思います。人生を、はい、1976年、はい、お父さんがカオル様。いや、お父さんの名前足さなくていいです。女みたいな名前のカオルね。あと、黒川さんの人生を振り返ってクロちゃんにしといてくださいよ。トラさんみたいに言わないで。あ、言ってないです。あ、言ってないですか。どういう感じの、その小学生でしたか。明るい感じだったのか、それともこうクラスでね、はい、あの隅っこで漫画読んでるような。学級委員長やってました。おら、はい、で、先生にいろいろチクってました、うん、その悪いことしてる生徒の。そうですね、悪いことしてる生徒とか僕に対して嫌なこと言ってきたやつは先生にチクってました。例えばどういう。お前ちょっと騒ぎすぎだろみたいな感じのを、うん、クラスメイトに言われて、腹が立ったので、うん、あの、騒いでましたと。クラスメイトが騒いで。でも、もうそれ自分が騒いで友達に注意されたのに、友達が騒いでたってこう、はい、捏造して事実をねじ曲げて先生にチクってたってことですか。いや、けど騒いでたっていうか盛り上がってた。ああ、なるほど。そいつの方がうるさかったですね、まあ、僕に対して。非常に小学校時代のことがよく伝わるエピソード。本当ですか。あ、その時代からそうだったんだ。え、どういうことですか。その時代からそう。いや、で、高校卒業して二浪して短期大学に進学された、はい、ということですけど。二浪して短大に受かった。それもだから57校ですかね。57校受けたんですか。はい。短大は行きたかったんですか。短大行きたかったっていうか、ま、受かったのがここしかなかった。そうなんですよ、漫画
昔から好きで、はい、でその当時そのサザンアイズって漫画が流行ってて、あ、はいはい、僕それハマってて、うん、その主人公のヤクモっていう男の子がチベット密教を習ってたんで、うん、チベット密教を習いたいなと思って、うん、仏教系の学校を結構受けてたんですよ。あ、じゃあ本当に これを学びたいっていうのがあったからこの大学を目指したんですね、はい、あ、なんか黒ちゃんのね、黒川さんの日頃 の、はい、あの黒川さんの日頃のキャラクターでいくと、はいはい、その女性目当てで短期大学に行ったんだと思われがちですけど、そこじゃないんですね、はい、チベット密教が根底にあるんですね、はい、でしかもその僕二十歳までは、はい、その生身の人間好きじゃなかったんですよ。お、あのアニメしか好きじゃなくて、はい、アニメでもセーラームーンが のセーラーマーキュリー、はい、でセーラーマーキュリーの等身大ポスター貼ってて、はい、で朝起きたらあのセーラーマーキュリーとその等身大ポスターなんで身長を測って、今日も僕のが高いねとか言って、はい、でその後ラムちゃんのポスターにキスするっていう日課をしてて、はい、で生身の人間全然好きじゃなかったんですよ。で今は違いますよね。今は引くほど好きです。はい、そうですね。どういうことを学ばれたんですか、チベット密教を学んで、はい、あ、私の人生はこう変わったんだっていう、なんか一つね分かりやすいエピソードがあれば。入ってみたら、はい、チベット密教なかったんです。なくて、多分般若心経かなんかだったんですけど、あの普通の一般ピープルっていうか、そのあれですね、空海さんかな。まあちょっとナイーブなところなんでね、その、はい、いろんなね宗教があっていいですし、はい、仏教の中にもいろんな、はい、あのね派閥がありますから、はい、そんな黒川さんがこう芸人を目指す、まあアイドルを最初目指すわけですけども、はい、安田大サーカスに入ってね、芸人さんっていう活動になりましたもんね、はいはい、でも心の中ではアイドル活動っていうのはあるんですか。心の中ではアイドル活動、もちろんだって今でもアイドルになりたいし、はい、安田大サーカス組む時に言われたのは、うん、あの売れたら好きなことできるから、あ、だから今は3人でやってくれって言われたんで、うん、まあアイドル活動やりたいのも分かるけど、はい、今は安田大サーカスでまずはチャンスを手にしてくださいと、はい、でそこからチャンスを手にしたらアイドルをやっていいですよという、はい、あ、それは知らなかったですね、はい、じゃあここからですね、アイドルを本格的にやり始めるっていうのは、そう今まさにね、まあここから先はちょっともう、はい、割愛しますけども、はい、まあ人気割愛するんですか急に。まあもうだいぶ聞けたんで、その、はい、この辺はもう私知ってますから、はい、いや知ってますからって、いや割愛すぎじゃないですか、そのちょっと半分以上割愛じゃないですか、ちょっと、いやあるからね、笑いの金メダルも結構あるからね。いやあの見てましたから、あのすごいキャラクターの人出てきたな、安田大サーカスって面白いトリオが出てきたなっていうのは知ってますし、はい、でそっからあのさらに水曜日のダウンタウンっていう番組がきっかけでね、はい、さらに黒川さんが大ブレイクするっていうのも見てますし知ってますんで、はい、このあたりはちょっと割愛したい。なんでだってそこら辺が結構濃縮なっていうか、まあその辺はこっちでまた迫っていきますんで、はい、あるんですか、はい、司会者私なんで、あ、すいません、この辺の前半の話は本当クローズアップクロちゃんっていうコーナーじゃなかったら聞いてられないぐらいクソまとまりのない話だったな。いやちょっと待って怒ってんじゃん、なんかちょっと待って、そんなこと横で言う。じゃあここからはですね、はい、ちょっとすげえ勝谷さんと、さらに黒川さんのですね、いや本人人柄に迫っていきたいと思います、はい、ちょっとこちらこのような質問でご用意させていただきました、はい、クズキャラ、いじられキャラとしての現状をご自身ではどう捉えていますかと、まあ、クズキャラ、クズキャラと言われてますけども、はい、老いたちをね、ちょっと私も初めて聞きましたけども確かにクズだなとは思います。いや、星クズみたいに言わないで。言ってないです。言ってないです。自分の中では正直に生きてるってことですもんね。そうです、だから今のそのさっきも言いましたけど、クズキャラとか、うん、いじられキャラとしてって言いますけど、別に、はい、僕別にクズじゃないし、うん、あの素直に思ったこと言ってるだけで。ああ、でもそこは感じますね、はい、黒川さんは、はい、あの思ったことはね本当にストレートに出しますもんね。そうですね、だって逆にその、うん、ね、山ちゃんが蒼井優ちゃんと結婚した時とか、うん、あ、南海キャンディーズの山里さん、はいはい、がなんかみんなおめでとうとか、うん、ね、なんか急に山ちゃんがなんか 3K だって言われて、うん、あれだって、うん、みんな絶対嘘ですからね、まあ、絶対かどうかわかんない、ね、嘘ですよ、あの人の気持ちなんで、ま、いやいや、あの8割方嘘ですよ。
だってそのそう言っとかないと、なんで人の幸せとかそういう風になんか喜べないのとかって、うん、多分いろんな人に言われるから。おお、じゃあ、あの祝福の声というのは、はい、8割方が嘘の人。嘘ですなるほど。いや、本当に嘘ですよ、あれは。人の心っていうのはどのあたりで捨ててきたんですか？捨ててきたって、いや、ずっと持ってますよ。あんたさ、ずっと持ってるから。でも、まあ、僕はそれはね、あの黒川さんの生き方なので全然いいと思うんですけども、はい、このいじられキャラとしてはどうですか？はい、僕はもうクロちゃんが番組にキャスティングされてるって聞いただけでドキドキするんですよ。ドキドキ、嬉しいというか。あ、本当ですか？クロちゃんがいると、はい、黒川さんがいると安心だなっていうねのがあるんですけども、はい、そのあたりはどう捉えてますか、自分では。いじられキャラ嫌ですか？いや、全然嫌じゃないですよ。嫌じゃない。いや、なんか別に、まあ、自分のその表現の中で、はいはい、まあ、いじりたい人がいるんだったらいじってもらっても構いませんよぐらいですか？そうですね、けどなんか感謝はしてますね、だから全然。ああ、いろんね、まあ、はい、周りはもう いじりたい人だらけだと思うんですよ、クロちゃん、はい、あ、すいません、あの黒川さんの、いや、本名さっからクロちゃんだから、そう、クロちゃんさんのね、アグネシアさんみたいに言わないでねえ、急に。いや、だから、ありますけど、なんかだけど、うん、なんでいじられてるのか分かんない時が多いから。あ、そうか、本人としては正直に言ってるだけで、はい、別になんでそこをいじるんですかと思うこともあるんだ。いや、結構ありますよ。だから、どういうことなんだろう、なんで今こんなこと言われてんだろうと思うことは多いですね。あ、そうなると誰と一番こう気が合うんですか？その、まあ、言ったら人のことをいじるっていうのは、はい、あくまでも、まあ、大多数はこんな風に思うんだろうな、それと照らし合わせてクロちゃんの個性っていうのがちょっと乖離してるからその部分をつつきに行くわけですけど、はい、でも本人からしたら、え、なんでそんなとこつつくのって悩むところもあるわけでしょ。そうです。誰と感覚が合いますか？感覚ですか？うん、その芸能界だけじゃなくてもいいですよ。芸能界だけじゃなくていいんだったら感覚で合うのは、うん、サンミュージックのマネージャーの大関さんって人と話が合いますねで、逆線も結構高いんですよ。なるほど、はい、だから大関さんと感覚が合うんですか？そうですね、喋ってる途中に私の質問忘れること多いですよ、はい、そうですね、いや、忘れてるわけじゃないんですけど、いや、忘れてるのかなと思っちゃうことが多いんですよ。あ、本当ですか？あ、なんか今気持ちよさそうに喋ってるけど、はい、別にそんな話聞きたいわけじゃないけどちょっと待って、あずさん思うことが私は多いんですけど、それはでもあの黒川さんらしいなっていうところでも、黒川さん本名で呼ばないねあるんで、じゃあ、まあ、その辺はあんまりこう、深くは考えてないってことですね。別にいじりたい人はいじっていいしと。基本的にだけど僕カウンターパンチャーだから、相手が言ってきたことに対してパンって返すから、うん、まあ、だからまあまあ、そうか、だから会話がある方がいいってことですね。そうですね、うん、自分からなんか団長に言われたんですけど、うん、お前はあの月だって言われて、月、はい、あ、太陽と月の、はい、はい、太陽と月で言うと月だと、うん、で太陽っていうのはその自分が自分から発信して光るけど、月っていうのは誰かになんか、だから太陽の光がないと光らなかったりとかするので、うん、はい、自分から喋ると地獄を見るみたいなこと言われたんですよね。まあ、後半なかなかハードな言葉ですけどね。でも太陽と月の例えはしっくりきたってことですか？いや、何言ってんだろうと思いましたけど。じゃあなんでここでそのエピソード披露されてるんですか？辻褄がもう合わなくなってくるじゃないですか。すいません、ちょっと喋ってたら腹が立ったんで、すいません。さあ、続いてまいりたいと思います。こちらです、はい、水曜日のダウンタウンのことを実際どう思っていますか？まあ、今のね、黒川さんがこうさらにブレイクしたっていうのは、まあ、水曜日のダウンタウンという番組あってのことだと思いますが、黒川さん自身はどういうふうに捉えてますか、この番組を。いや、正直に、まあ、初めの方はちょっと何なのと思って、うん、プライベートないじゃんと思って、はい、もう常にねカメラがあるから、はい、いや、うん、本当になんかよくわかんないし、下手するとその知らない間に隠し撮りされて、うん、
で知らないうちにオンエアされたりとか、はい、普通ってなんか隔絶してても、うん、どっかでネタバラシあるじゃないですか、はい、ネタバラシないし、うん、オンエア日も教えてくれないし、うん、いつの間にか流されてる、うん、で僕 SNS、Twitter とかやってたらクロちゃん今出てるよみたいな、うん、あそこで知るわけですね、はい、そのね自分の部屋が映ったりして、はい、でもそのこときっかけでこうブレイクしたっていうことに関してはやっぱ感謝っていう気持ちはあるわけですよね。いや、まあ、腹は立つけど、うん、まだけど分かんないっていうのが正直な気持ちですか。いや正直な気持ちはまだ分かんない。だってこっからまたなんかねいろんなことがあって、はい、僕のせいにされるかもしれないし、うん、やったのはお前だろみたいな。あでもアイドルのプロデューサーにまでさせてもらえるってそのね、アイドルを目指した人間が今やアイドルをプロデュースしてしかもそのアイドルすらブレイクさせてるわけですから、はい、ここはやっぱ感謝なんじゃないですか。いやけどそこで言うと、いやもちろんねその、うん、自分がいつかはまあそんなことやってみたいなと思ってたけど、うん、10年ちょっと早かったから。あスピードがちょっと速くなっちゃったんだ。早くなりましたね人生設計の中で。はい、うん、やるとしたらあと自分もアイドルになりたかったからやっちゃうそれやっちゃうとどうなんだろうと思ってた部分と、うん、あと集められた子が、うん、確かその高校卒業した以上の、うん、18歳から19歳以上の子じゃないですか、はい、僕正直小学生とかからをやりたかったから。なるほどね。はい、うん、ねそのランドセル背負ってなんかやらしたりとかいろいろなんか考えてたんですけど、うんだけど、なんけどやっぱなんかまみしょも大分やってですごくね今なんかアドバイザーっていうよくわかんない立ち位置になってるけど、まあ今ねなんかねいや彼女たちにやっぱりその自分がプロデューサーの時に絶対にアイドルのナンバーワンにしてあげるって言っちゃったから、うん、その初めはだから恋愛対象とかって思ってたけど、うん、今はもう完全に自分の子供になっちゃったから、うん、娘として見てますね。でスターにしてあげたいと。そうですね、スターにしてあげたいし。すいません、あのどのあたりから質問見失ってますか。え、何ですか質問見失ってましたそういやだから番組に対してどう思ってるかっていうところからなんかもうプロデューサー論に今変わっていっちゃってて、あ、また脱線してるな。でも引き戻すのもね失礼だから今気持ちよく喋られてるしまとまりのないクソみたいな話をしてる。あ、なんかデジャブ、それなんかさっきの気がする今プロデューサーとしてはちょっと悔いが残って今後やりたいことはあるけど、はい、番組にはだから、うん、あの複雑な思いはあるってことですね。嬉しい気持ちもあるけど、うんはい、あのずっと撮られてるってことがどうなのかはあるけど、はい、だから今はまだ分かんないってことですね。分かんないですね。やっぱそれに対してやっぱ自分がね注目されたりとか、うん、もちろんありますよ、うん、ありますけどまだ分かんない。分かんない。ここでなんか感謝するのもちょっと腹立つしそうね、認めてしまうのもね。そう、なんかいろんなむちゃくちゃなことされてるし、うん、いやこんなこと起きんのっていやいや起きないだろうと思うことがやっぱいっぱい起きてるし、まあ、でも見てる側としてはね非常に楽しめてますし、いや精神的にも僕何回か頭おかしくなるんじゃないかなって思うことありましたからあでもそこは耐えられたんですね。いやなんとかね、うん、平静を保ってますけど、うん、まあ、でもこっからもあの水曜日のダウンタウンを通しての黒川さんは見たいなと思いますんで、複雑な気持ちでしょうけど頑張っていただきたいなと思います、はい、じゃあ続いてこちら、はい、コロナウイルスへの感染にあたり皆様にお伝えしたいことはありますかと、まあ、コロナ感染されてましたけども、はい、もうねあの、うん、今は落ち着いて、はい、入院されてたんでしたっけ。そうですね、入院やっぱその高血圧だったりとか、うん、ちょっとまあ肥満だったりとか、はい、まあ、肥満っていうのもまあ、あの普通の一般の人でいうと肥満なんですけど、アスリートとして測ると肥満じゃないんですよ、うん、なんですけどもちょっとまあ肥満な感じもあるので。なんでアスリート論一回そこに挟まれたんですか、はい、アスリートじゃないですよね。あけど基本的にカポエラだったりとか、はい、ボルダリングだったりとか、ああ体を動かしてるから、はい、アスリートの数値でいうと肥満ではないと。そうです、まあ、コロナウイルスに、ね、感染されて、どうでしたか。やっぱり辛かったですか。そうですね、だから熱がまず熱が出て、でけどインフルエンザを1回やったことあったので、うん、それに近いなと思ったから、うん、あ熱の上がり方とか、はい、
呼吸の方はどうでした？呼吸の方は別にさほどだったんですよね、うん、ちょっと咳が出るようになったかなっていうぐらいだったんですけど、はい、けどまあ気にならない程度だったんで大丈夫かなと思ったんですけど、うん、あの保健所の人とその話した時にさっき言ったようにあの何でしたっけ、高血圧とか、はい、ちょっと肥満とか持病があるから、はい、うん、で結構あるので入院しましょうと、うん、一応その病床を探してみますんでって、うん、で クロちゃんのあの行きつけのなんか病院とかなんかかかりつけのところありますかって言われたんで、はい、その時になんか番組で一回お世話になったところがあったので、うん、でそこを言ったらなんかあじゃあそこ OK になりましたんで、うん、で入院しましょうって、まだそのコロナの感染者数も多くなかった時なので、うん、今みたいに多くないから、はい、今スムーズにいけたんですけど、どうでしたかその入院してから の、はい、その症状というか、やっぱり入院してると安心しますか？いや そうですね、だから 入院すると安心するっていうか、あの入院したタイミングでまずその MRI とあのレントゲン取ったんですよ、はい、取ってその部屋に行って隔離になるんですけど、うん、そのお医者さんが来た時に、あなたはそのもうちょっと肺の方にちょっと影みたいなのが出てるので、うん、あら中等症ですって言われたんですよ、うん、で僕正直熱はあるけど別にそれほどあとは変わってないなと思って大丈夫だろうと思ったから初期みたいな感じだと思ってたのに、うん、いきなり中等症って言われたからそれちょっとびっくりしちゃって、おそう自分のそのソロバン弾いた感じで言うと、うん、全然大丈夫な感じだと思ったんですけど、うん、商売するときにね弾きますけどねソロバン感情しないでしょコロナになってなんか儲けにつなげたかったんですか、その感染したことを感染したことを売りにしてみたいなこと。違う。ソロバン感情。違う計算ってこと。弾き出したってことですね、はい、うん、でも実際こうどのぐらいで楽になりました、入院して4日目ぐらいですかね。あ、じゃあそこまではやっぱしんどいんだ、熱上がったりして。でも熱が上がってその熱がやっぱ解熱剤使っても下がらなかったりとかするんで、うん、で点滴でその解熱剤みたいな点滴を打つと、うん、一応それも下がってくれるんですけど、うん、やっぱ早めに戻っちゃうので、うん、それをやっぱ繰り返していくうちに初めの方がインフルエンザみたいだから別になんかそのまあ、確保してたから大丈夫だったんですけど、だんだんなんかしんどくなっちゃって、うん、実際こうコロナに感染して、はい、まあ、感染予防してたと思うんですけど、はい、予防しててもやっぱかかっちゃうなって、そこにへのそこへの驚きはありましたか？いや、ありました、ありました。いや、だって今までかかってないのに、同じ感じの生活をしてかかってなかったのに、うん、急になったから、うん、で意外とその、まあ、予防はしてたんでしょ、しっかりと。はい、風俗ぐらいですか普通に言ってたの。そうです、どちらかというとウボホですかね、デリバリーヘルス。いや呼んでないから本当ですか？本当です、本当。俺はもうコロナ感染したっていうニュースを見て、あ、なんか絶対外から呼んでるなって思ったんですよ。外から呼んでるなんじゃないですよピザ代わりに頼んでないからまあでもコロナ今ね、あの国民の最大の関心事だと思いますけども、はい、そのコロナ感染にあたってね、その予防の観点で、あの黒川さんからお言葉いただけたらなと思います。コロナは自分がかかるかからないとかじゃなくて、やっぱあの相手にうつさないっていうのをやっぱ思いながら生活した方がいいですね。あと、うん、マスクもね、自分がうつらないとかじゃなくて相手にうつさないっていうエチケットみたいなものだから今は外しちゃいけないと思います。あとコロナワクチンね、2回接種したからってマスクを外すっていうのはちょっと今のご時世とは違うと思うので気をつけてほしいなと思います。なったから分かるんですけど、人のありがたみがよく分かるようになりました。あら素敵。どういうところでその人のありがたみを感じたんですか？どういうところでいろいろとね、支えてくれた方いると思います。マネージャーさんとかスタッフさんとかもお仕事できなくなってね、はい、それでもなんとかこう黒川さんを支えなきゃってことで動いてたスタッフさんにはいかがですか？ありがたみは感じませんでしたか？まあ、ありがたみっていうか、まあまあスケジュール変えてもらうとかはまあできるので、逆にそれで文句言われたらね、
あの迷惑かけたのは分かるんですけど、迷惑かけたと思うけど、あまりにも謝りすぎると、うん、なんか上から言われたら嫌だなと思ったので、あんまりそこは出しちゃいけないのかなと思いましたね。ぶっちゃけ上から言われるっていうのは、そのマネージャーさんにマウント取られるのが嫌だから感謝を伝えたくないってことですよね、要約すると。うん、そうですそれはそうですなるほど。まあでもあの、はい、お話できてよかったです。だいぶ分かんない部分が僕は謎が解けたんで。本当ですか。はい、ということで本日は安田大サーカスの、クロちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。いやけど本当だから気をつけてねなんなのちょっとねこれ。やっぱよく分かんない。最後まで分かんなかったこれ。何これ。終わりですこれで。いやもうあのこっちとしてはすごくいいあのコンテンツになりましたから。本当ですか。またぜひあの、はい、また今度ニュースとかをね、はい、切っていただきたいんで。いや違うから時々お呼びしたいと思います。違うから変なこと言うから絶対素直に言っちゃうからいいじゃないそれで、素敵なトークありがとうございました。思ってたのと違う